ンデア古福さん広報のリータルです。お待たせしてすみません。地下鉄で爆弾騒ぎがありまして、非常ベルがうるさかったでしょう。こちらに何か被害は？いえいえ大丈夫です。被害は皆無です。外国為替に関するご要件だとか、ご存知のように当行は一般銀行とは違いまして、普通取引先となると外国政府や地方銀行に限られます。それと近海の貯蔵ですが。もちろんです。ご商売は花の輸出でしたか？エレベーターで。すみません、当行の警報システムは音波と振動に反応するタイプでして、今回の地下鉄爆破事件で感知能力の許容量を超え壊れてしまいました。実際今は電源を切っている状態です。修理を急いではいますが。不用心ですな。もう強盗にでも知られたら大変です。あの為替の換金という話では。勝手に引き出させてもらうことにしましたよ。ご苦労さん。よし、いいぞ。